鶴くんです。動画を見ていただきありがとうございます。おかげさまでこのチャンネルの動画本数が50本となりました。投稿間隔が長く、動画本数もまだまだですが、次は100本を目指して頑張りますので、応援をしていただけますととても嬉しいです。先日からチャンネル名を鶴くんの SFK フィギュアプラモ紹介とし、動画を見ていただく際より分かりやすいチャンネル名とさせていただきました。今後とも当チャンネルのご視聴並びに、よろしければチャンネル登録をしていただけますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。今回は以前紹介させていただいたマンダロリアンのベスカーアーマーバージョンおよびベビーヨーダことザ・チャイルドのフィギュアの紹介をさせていただきます。マンダロリアンは現在ディズニープラスにて配信中の実写ドラマで、スターウォーズのスピンオフ作品となっています。先日紹介したフィギュアはドラマの最初に出てきたマンダロリアンを再現していましたが、今回はチャイルドとの出会い後のベスカーアーマーを装備した状態のマンダロリアンを再現しています。装備品についてもライフルやピストルなど前作に付属されていたものから、火炎放射やミクロミサイルといったエフェクトパーツが追加されています。本体は銀色に光るベスカーアーマーが特徴的で、スターウォーズに出てきたボバフェットを彷彿とさせる姿になっています。マントは布製になっており、よりリアルさを演出しています。ベスカーアーマー以外のパーツは基本的に前作のものを使用していますが、色が少し違っていたりと手抜き感は感じません。ライフルは前作と同じ形をしていますが、塗装の色が変わっています。またライフルにもエフェクトパーツが付属されています。ミクロミサイルのエフェクトパーツはドラマを見ていないと分かりにくいかもしれません。ライフルは分割することができます。こちらは腰に固定するためのパーツとなります。右肩用のエンブレム付きアーマーが付属しており、交換後のパーツは前作の右肩アーマーとして使用することが可能です。やはり今回の目玉はこのジェットパックでしょう。ますますボバフェットに近づいてきています。このジェットパックにもエフェクトパーツが付属しています。ピストルは手持ちとホルスター収納タイプの2種類を選択することができます。こちらはピストルを手に持たせた時に付け替える空のホルスターです。なければならないものがちゃんと付いてくるのはユーザーにとっても安心できることですよね。本編ではあまり出てきませんが、ナイフも付属してきます。手に持たせることはできますが、右膝への収納は残念ながらできません。こちらが火炎放射器の
エフェクトパーツです。炎の再現性は低いですが、遊べるアイテムだと思います。手首の種類は8種類ある。ライフルとピストルで持ち手の形が違っていたりと、かなり細かくできています。ここからはマンダロリアンの各関節の可動範囲を見ていきます。肩アーマーは別パーツとなっており、腕の可動範囲を広げる役目を果たしています。肘は二重関節になっており、可動範囲はかなり広いのですが、上腕の関節が少しきつめで動かしにくさを感じます。コツとしては、上腕のパーツから曲げるようにすると曲げやすくなります。首の上下動は普通によく動きます。左右への回転は360度回転させることができます。胴体の可動範囲はあまり広くないのですが、それなりに動かすことが可能です。足の可動についてですが、腰回りのアーマーとの干渉を避けるためか、前後左右ともに可動範囲が制限されています。一般的なポーズは問題なく取ることができますが、派手なポーズを取らすのはちょっと難しいかもしれません。足のひねり範囲が大きいので、もしかしたら意外なポーズができるかもしれません。膝は二重関節になっているのですが、残念ながらそれほどの可動範囲は取れていません。つま先が可動し、接地性を高めているのですが、足首の左右への可動及び前後の可動範囲もあまり取れていないのが残念です。全体的には可動よりプロポーション優先といった感じを受けるのですが、それなりのポージングは可能となっているようです。
次はライフルを装備させてみましょう。ライフルは3つに分割することが可能で、中央部分を差し替えることで背中に装備させることができます。ここの部品を外し、肩のストラップを接続します。マントの真ん中には穴が開いており、ここからライフルの接続部を差し込み、腰の穴に差し込んで固定することができます。ドラマの中でも背中にライフルを背負っているのですが、どうやって固定してるんでしょうね。ライフルには電撃のエフェクトがついてきます。先端のパーツを差し替えることで電撃を再現可能です。手首はライフル専用のものがあるので注意してくださいね。このエフェクトは1話で怪獣を撃退した時を思い起こさせますよね。ミクロミサイルはドラマの中でもいざという時しか出てこなかったため、あまり印象がないかもしれません。このエフェクトパーツは手首のパネルを外して差し替えます。ドラマの制作者は日本のアニメプロジェクト栄光を見ていたのかもしれませんね。火炎放射器はドラマの中でも結構使っていたのではないでしょうか。
決定打にはなっていませんでしたが、こちらは右手首のパーツと差し替えとなります。じっくり見てしまうと大きさといい形といい違和感ありますよね。ジェットパックは最終話でやっと出てきて、タイファイターとの一騎打ちに使用されます。見ても分かる通り、マントとの相性が最悪です。ドラマに出てくるマントはとても柔らかいのですが、フィギュアのマントは硬いため、どうしても無理が出てしまっています。せっかくのジェットパックなのにちょっと残念です。このジェットパックにエフェクトパーツが付いており、ジェット噴射で飛行状態を再現することができます。やはり飛行状態用のマントはぜひつけてほしかったですね。その他の装備として、ピストルと賞金首を見つけるためのトラッキングフォブという装置を持った左手がついてきます。またナイフもついており、ドラマの中の卵探しのエピソードを思い出させます。今度はベビーヨーダとして話題になったザ・チャイルドのフィギュアを見ていきます。チャイルドの年齢は50歳となっています。ドラマの時代設定が映画ジェダイの帰還から15年後ということを考えると、ヨーダが生きていた時にはすでに生まれていたのでしょうか。なかなか興味深い設定ですよね。フィギュアの身長は 3.5 センチぐらいしかありません。かなり小さめのフィギュアですが、パーツ割りは結構細かいようです。服は布製で、襟と袖部分はプラスチックでできているようです。
頭の替えパーツが2種類、寝顔と怒った顔が付属されています。この腕パーツは茶碗を持たせるためのものです。ゆりかごのようなポットは浮遊して移動することができる設定になっています。ポット用のカバー部品も付属しています。ブランケットはポット内に敷き、チャイルドが寝ている状態を再現することができます。ポットはこの台座に固定し、浮遊状態を再現可能です。頭の差し替えですが、これがかなり硬くてやりにくいです。寝顔に差し替えてみました。寝顔はヨーダにすごく似ています。こちらはちょっと怒ったような顔をしています。怒ると耳が寝るんですかね。ある村でスープを飲むシーンがあるのですが、そのシーンの再現でしょうか。カップとカップ用の両腕が付属されています。このフィギュア、関節の箇所数は少なく、可動範囲と呼べるものはほぼないのですが、頭や腕の交換がしづらいため、結構扱いづらい感じがしました。もちろん立っているだけで可愛いんですけどね。ドラマ「マンダロリアン」のシーズン2がもうすぐ始まります。この機会に未見の方はぜひ見てみてください。初めての方はお試し期間もありますからね。おすすめです。